こんにちは、AJ こと愛車ジャパンです。今日は、第1回 AJ ミーティングということで、上尾の二輪館で、T さんことタッキーさんと言ったタッキーさんっていうね、ハーレー乗りの方、会っていただけるということで、待ち合わせをしております。でもうすぐ二輪館着きますね。今国道17号ですけど、左側に二輪館が見えてきます。さあ1時の待ち合わせなんですけど、ちょっと早めに私出ましたので、待たしたら悪いからわざわざ来てくれんのに、やや早めに来たんで、まだ来てないと思いますが、やっぱ来てない、俺のが先だな。いやー、ここで待つのも大変だな。着きました。上尾二輪館ですね。っていうか日曜なのに人少ねえ寒いから中で待とうかね。そうしよう。そうっす。AJ さんですか？AJ こと愛車自慢です。生で来た。そうっす。すいません、完全防備で。申し訳ないっす。いやいや。いやー、会いましたね。バイクは違うところに置いてるんで。あー。カーブの近くにガレージ借りて。マジっすか？ガレージか、いいなー。じゃあそこまで車で行って。そうですね贅沢すぎんだろでもそれも車で10分とかそんぐらいしかかからないから。ああそうなんですか。へえ。家の前に置いてたんだけど、はいはいはい、夜中とか出し入れできないし、玄関が開かなくなっちゃう。確かに確かにそうですよね。3年ぐらい前かな、ね、借りて。いや自分も屋根なしっていうか、自分家の前にバイクカバーだけかけて置いてるんですけど、もう黒だと埃が目立っちゃってしょうがないですよね。ちょっと風強い日とかだともう全然ダメですよね。すげえな、ナビ付きか、やっぱり。っていうか装備すげえな。昼間でも見えないからね。あそうなんですか。ウルトラってまじまじと初めて見ましたよ。すげえな、機能がよくわかんねえぞ。これなんすか。これなんか外気温だけど。外気温、ああ読めない俺は。でこれがレーダー、あ違うか、あオーディオですか。これはあれ、うん、MP3 のやつ。はい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 。ツインカムの何 cc ですかこれ。これは88なんだけども、はい、チューニングしてるんで。ボアアップしてるってことですか。しちゃったんですよ。しざるを得なくなる状況になって。何ですか、壊しちゃってエンジンブローしました。マジですかこの年式でもエンジンブローするんだ。カムベアリングが破損して行っちゃいました。結構距離乗ってるとかですか。違いますよね。いやだいぶ乗ってます。でも壊れた時5万とか。5万、マジかよ。5万のコンディションじゃねえな。やっぱガレージすげえな。7万4000ですかね。7万4000、これで全然見えねえ。5、6万キロでカムベアリングって俺聞いたことあるんですよ、一回バイク屋に。そのベアリングもだから当たり外れがあるからもう何とも言えないって言うんですよね。ああそうなんだ。でボアアップして1600とかですか。うん、普通の、うん、95とかそのぐらいだから1550とか。ああへえ。したくもないチューニングしちゃったからその変わるんすか。ぶっちゃけそんなね、俺回さないからそうっすよね、回して。自分もそうですけど、回しても全然面白くないし。家具もちょっとハイリフトなの入れて。はい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 。ハイギアってことですか。うん、結構金かかりますよねそれ。これエンジン直すのに多分普通にスポ変えるぐらいですよね。ですよね。マジっすか。でも直す方向に行ったんですね。直前まで迷って壊れたのが伊豆の山の中で、はい、ツーリング中にこんなにボケっとしながら夕日見ながらさっき出ようかなと思って、はいはい、エンジンをかけたらすごい音して、と思って。いきなりですか。多分なんか、かけた時に、うん、前兆はあったと思うんだけど、それに気づかなかったんだろうね、多分。へー、あ、そうなんだ。ここからどうすんだよって、で、
沼津にあのディーラーあってそこに電話して来てもらって、はいはい、レッカー、まあ、そこで今ちょっと分かんないからって、ね、見てもらう、それでも結構見てもらってしてあのなんかやばいかもしれないして、はいはいはい、で帰りに帰れないから沼津に一泊しちゃう意味はなく、そうっすよね、じゃあちょっと1日あるから考えてですね。そうだよな、バラさなきゃいけないもんな。うちでやってもいいけど、取りに来るとかいろいろ。そうですよね。いつも行ってるところ結局。はい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 。一回こっちに自分のガレージ持ってきてもらって、はい、そこから店また別の日に。みんないろいろやってんな。よく乗り換えるって話にならなかったですね。いやー俺もいろいろあれだけど、あのジャイロとか見ました、見ました。あれもヤフオクで買ったんですよ、あれヤフオクで5万で落として、あんなにいろいろいじってなかったですけど、そこから相当金かけてますけど、5万で落札して、で横浜じゃない、神奈川、川崎だったかな、川崎かどっかの個人の人ですよね。で自宅まで取り行って帰る途中泊まりましたからね。ほんと捨てて帰ろうかなと思いましたよね。積まなかった、積まないで自走で帰ろうと思って、もう16号で延呼してもうどうにもなんなくなって、キック100万回ぐらいしてやっとかかって、で信号待ちのたびにあれなんですよ、アイドリング落っこっちゃってエンストしちゃうんですよ。常にもふかしてなきゃダメ。そうなんです、常にもふかしてなきゃダメで、最悪な思い出ですよね。それで直すのも兼ねてボアアップしたんですけど、7万キロこれが、あでもここら辺とか塗り直してるからね、カウルとこのカウルと、はい、こことカウルバックとここは一回塗り直してだからラインがもう今ないでしょ、ここはラインついてるんだ。スーカー、これソリッドのブラックですかこれ、うん、この板金屋で塗ってもらった、自分で外して、なんですかそれは、なんでですか、結構傷だらけになったから、へー、ここでなんかもうすごいもんだから、この見ると書いてない、黒だからね、なんか磨き傷ってわけじゃないですけど、磨き傷が入っちゃいますもんね。もう触っただけでダメだからね。そうですよね、ほんと気になりますよね。しかも車検出すと、はい、外したりするとすごいことになっちゃうから、はい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 、マフラーだけ変えて通すんですよね。コンピューターも押さえるとダメなの。コンピューターは排ガスですか。うん、ノーマルのコンピューターじゃないんだ今、もっと燃料航空してパワー、あやっぱそうなんだ、はい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 、じゃあ俺がキャブ変えてんのと一緒だ。そうなんですよね、やっぱ薄くしてやんないと排ガスダメみたいですよね。いやいいもん見たわ。このスピーカー生きてるんですか。生きてる。濡れて大丈夫なんですかこれ。一応防水ってなってるけど、まあ基本濡らさないでしょうけど、あの何メッシュのなんか普通のオーディオについてるカバーみたいなやつだから、ついてても変わんないね。あすげえな、前もついて後ろもついてなんだ。あしかもこれ電源取れんすか、もしかして。いやこれはあの乗車についてるあの インカム優先で、このまだ家に箱ごと箱のまま入ってる。あはい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 、でハンドルが一応、あそうなんだ、なるほどね、そういうの全然知らねえからな。ヘッドライトはディスチャージですかこれ。いや LED ですか、うん、最近ですよね。えこれでも、3年ぐらいは使ってるかな。相当いじってんな。おこれはね安い本当に。こっちも、うん、フォグも同じやつ。マジかよ。まあ車検はどうかって言われるだけじゃと戻してるんですか。戻してるんですか、うん、ハロゲンに、うん、こっちはそんなに
ただつけばいいだけだから。はいはいはい。まあ多分通るようなことも言ってんだけど、なんか持っていくと変えてくれってめんどくさいから。ああ。そう、車検一回通すの結構かかりますよね。そしたらね。うん、変え、マフラー変え。車に走るから下手するとその時タイヤ交換とかも。通すだけの車検は本当に危険。あ、本当ですか。うん、ちゃんと見てもらった方がいいと思う。自分一時期あれでしたよ、あのユーザー車検で本当自分で持ち込みでやったりもしてたんですけどね。点検だけそういうしてもらって出すんだったらいいんだけど。うん、年間結構走るんですか。もうでも1万キロは走ってないかなって。1万キロっつったらた結構だよな。俺 3、4千キロっすよ俺年間。3月で9年目なんですよ。はいはい、新車からっすか、うん、すげえなー。それでだから7万だから、最初やっぱり、うん、1万以上は走ってた。休みのために走ってたけどいや1回のトヨタ日曜日だけだったら300キロは確実に走ってたって感じだったけど。ああはいはいはい。今もそういう時間もなかなか取れなかったから。ああ年間1万キロなかなか乗れねえよな。車もありますもんね。車を置きっぱなしほとんど。俺もなんですよ。俺もなんです本当に。あの会社行くのも歩きだったり。あ、近くなんですね。乗っても原付ぐらいしか乗らない。はいはいはい。本当そうっすよね。車のバッテリー上げちゃってますもん俺。駐車場まで取りに行くのもめんどくさい。はいはい。いいやと思う。はい。なんかハーレー仲間とか言ってましたけど、結構いるんですか？集まってツーリングとか。今はあんまり行かなくなったけども、うん、俺が休みが不定期だったりして行かなくなっちゃってね。いやーそういうのいいよな。俺マス2やったことないんですよ。今日はこっち入ってきてる。サンダルじゃないよ。すげーな。ときはあの北海道ツーリングなんかチラッと見えたから、サンダルでさ、あれ超便利っすよ。超便利。もうすげえと思って、水陸両用だからびっくりしたもん。そのまま温泉でも何でも行けるし、すぐ単車乗れるし、なんか聞いたら買い物行くスタイルだと思う。確かにそうですね。もういちいち脱いだり履いたりさ、足濡れたりすることもあるからさ、もう夏は常サンダルっすね。これトランク開けて見せてもらうこととかできます？なんかいろいろ入ってるんですか？トランクって言わないの？これなんて言うんですか？別にそんなに何大したもん。ああなるほど、こうなってんだ。横開きなんだ。ここも一回割れてるわね、この鉄なのに。あー作りがあれなのかな。遠乗りは日帰りがほとんどですか？大きい休みに入んないといけない。そうですよね。しかも意外と1日距離走れなくないですか？そうでもないですか？スーパースポーツ乗ってた時結構もう高速でバンバン行ってたけど、なんか全然距離行けないんですよね。これだったらまた違うのかな。泊まりだったら1日600キロ以上は走る。マジっすか？600キロ。600キロ無理だな。しかも高速使わないから。下でですか？こいつで600キロ走るかな。朝から晩まで走りっぱなしですよね。うん、でも時間帯選べばこんなにね、はい、きつくない。だって600キロって言ったらどこまで行けるかって話ですよね。兵庫まで、淡路島ぐらいまで。うん、普通に行き合わし、往復で、一泊で帰ってきちゃうってことですか？一泊して、全部で1500キロぐらいで一日で帰ってきた。へぇー。1号とか、あっちの、あそこら辺は、バイパスは、はい、こんなにね、まあ、ところどころ合流で渋滞するけど、普通に流れるから。東京、神奈川あたり抜けちゃえばそうでもないのかな。うん、うん、ETC ついてるんですよねこれ。一応ついてる。自分もあんま使わないんですけど、めった使わないんですけど、基本下道メインですからね。高速乗ってたら飽きちゃってる。はいはい、そうっすよね。確かに
よっぽど早く帰りたいとか、向こうなんかやりたいことがない限りは、はい、120キロで走るって言ったら結構きついですよね。そうでもないですか。これだと違うのかな。精神的になんか疲れるな。確かにもうしんどかったっすもん。北海道の時の東北道も最悪だったな。最悪じゃないけど、でボアアップしてるから余計に、まああれなんでしょうね、ノーマルよりも下回転使わないで走れるんですかね。高速乗っても100キロ出すか出されるから。ああ、そうっすよね。出しても面白くないからね。大阪行った時なんか、遠目のずっと左車線を70キロ走ってよ。あんま70キロで走ってる人いないっすけどね。80キロで走っちゃうと、トラックとか当たるから、あ、はい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 、70キロとかそこら辺で走ってると、うまい具合に間入ってくれたり、あ会いたりするから、はいはい、クルーズコントロール使って。そっか、クルーズコントロールか。そんでなんだっけ、カリアのサービスエリア、はいはい、入ってそこでガソリン入れたら28キロぐらい走ったからね。リッター？すげえと思った。クルーズコントロールメーターちょうど半分ぐらいだった。はい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 、びっくりしたもん。え、このパネルとかもあれですよね、元はついてないですよね。これこういうやつ、これは元々あのなんか何て言うの、樹脂って、ああ、ああいうスクーターについてるよね。はいはいはい、あれだったけど最初塗ってもらおうかなと思ったけど、はい、これだけでもなんか脱着込みで、そうですよね、10万とかだったから。そうなんですよね、うん、しょうがないからディーラーで持ち込みで部品だけ買って、はいはいはい、整備ディーラーでやってんすか。いや、今はもうやってない、買って1年とか。ああ、そうだよな、最初はやっぱりあれですよね、新車で買ったら。はいはいはい、今個人のバイクやってことですよね、うん、もう純正部品も高すぎるし、とても手が出せるレベルじゃない、もうほとんど中華ですよ。ほとんど中華ですよ、あのメッキのパーツとかもみんな。クオリティ全然だけど。